ぶっす。お久しぶりっすね。久しぶりっす。お久しぶり。あ、前回より全然喋れてるわ、なんか。あ、よかったっす。あ、よかったっすって。え、さすがに無理あるんじゃない？え、まだ敬語ってのありえないでしょ、同年代っす。よかった。挨拶何しようかな。最近話題のことあったっけ、なんか。なんもないっすかね。なんもないっすかね。なんか僕の、ああ、視聴者さんが、元この部屋だったっていう。え？どういうこと？え？どういうことそれ？うん。ああ、言わない方がいいかも、それ、はい。え、同じ号室？カノさんが、カノさんって、いや、おかしいでしょ、はい、もうなんか。カノ君の、いや、もうおかしいけど。入る前、3年前に、ここに住んでたっていう。え、なんでそれ知ってんの？だから僕、したみたいな。いやいやいや。どういう人？綺麗な女性です。じゃあいいや、おっさんじゃないならいいや。はい。ポッ、あ、ちょっと、ポッ。はい、で、今日の普通に、ADHD いてもらったんですけどね、K みたいなことは、今日はっすね。あ、いじっちゃいけないから、これ。いや、カノコもじゃん。ああ、いや、ちょっと待って、俺、気持ち悪いから、ちょっと、くんっていうのやめてくんない？カノ、カノ、カノさんもです。今日何やりたいかっていうと、この1年間でいろんなこと変わってたじゃん。まあ、変わりましたね。美容サロン開いたりとか、はい、いや、そういうの聞きたいなっていう。あ、そうですか。真面目に、いつもなんか、持て余してるとき、チョコレート溶かすしてるから、チョコレート溶かして、ちょっとだけ喋る。了解です。ああ、じゃあ自己紹介してもらわないと、やっぱ。ああ、深い。不感。不感です。不感。不感って何？感じにくい。はい。最初、不快不潔だったけど、不潔って不可と、不しかないんで。え、不川っていうのは、本名それ。いや、違います。あ、セリカワだっけ？いやいやいや。じゃあ、最近の女性関係教えてください、じゃあ。最近女性関係ですか？あ、いや、なんか、この1年間で、垢抜けてんじゃん、だいぶ。なんか、垢抜けたっていうか、イケてる感じの見た目になってきちゃってるじゃん。いやいやいや。いや、それは自分もですね。いやいやいや、違う違う、俺なってないんだけど。いやいやいや、最近の女性関係、特に。Rちゃんと付き合ってるっすか？付き合ってないっす。あ、付き合ってないんだ。はい。動画撮ってるだけ？あ、撮ってます。あ、撮ってないんだ。あ、じゃあ、そうだ、当たってる。当たってます。当たってるんだ。あとなんか、有名人になんか振られたみたいな動画出してた。あ、はいはい。あれって誰なんすか？え、知ってるじゃないですか。知ってるじゃないですか。俺知らないよ。あー。え、ちょ、名前言ってもらっていい？名前は無理。ピーってやるか、ピーって。あー、これあんま流しちゃいけないか、確かに。流したら、相手被害めっちゃそう。え、なんでそんな有名な人と知り合ってんの、まず。いや、わかんないです、僕も。え？熱さで出会ったみたいな。あ、そんな感じですかね。イケメンキャラでやってるじゃん、結構。陰キャなふりして、なんか別に自分イケメンと思ってませんよっていう言いながら、みんなからイケメン待ちしてる人じゃん、結構。違う、違います。あ、違う。やっぱ絶対さ、はい、DM めっちゃ来るの。いやいや、知ってるじゃないですか。いや、その知ってるかもしんないけど、みんなわかんないじゃん、やっぱ。え、DM 有名な人、女性から来ることある？いやいや、来るじゃないですか。いや、違う、だからそういうことじゃなくて。あんの？まあまあまあ。サムタイムス。どのレベル？いや、そんなっすよ。どのレベル？レベル分けなんか気持ち悪いけど、なんかどういう感じの？インスタで言うとフォロワー何万人とか。だから、2桁万人。あ、じゃあそういう人だとしっかり遊んでるんですか？いや、遊んでない。え、マジで引っこもってんの？はい。まあ、本当に？基本的に。美容の店開いたの。はいはい。え、動画見た感じ、1000万円？ああ、そんぐらいです。それちょっと最初から説明してあげてほしい、みんな。やっぱ、物件の初期費用がめっちゃ高いです。あ、違う違う、その1000万円かけて、何作ったの？あ、店です。美容の店。あ、いやいや、美容の店？はい。脱毛とか、美容の初心者系の。あ、はいはい。それを1000万円かけて。はい。いや、なんかわかんないんだけど、どういう反応で言って、1000万円、いや、俺はそんな1000万円だったら持ってないから、わからないんだけど、1000万円もすんの、そういうのって。あ、やっぱ、損害しますね。何に一番？うん。物件の初期費用かとかですね。あ、そういうことか。はい。ちゃんと事業で使うってなったら、最初に何ヶ月も払わなきゃいけない。そうですね。あ、そういうことか。家賃の大体10倍ぐらいかかる。マジ？今の家の家賃はいくらなんですか？17万ぐらいですかね。住んでるところ。はい。ちょっとグレードアップ。え、前回なんか変な家に住んでなかったっけ？はい、はい、6万円の。え、あれなんだな、あれ。僕はあの家でもよかった。んですけど、やっぱ あれじゃちょっと彼女できないかなと思って。彼女は作りたいんだ。はい。え、彼女作ったらみんな悲しんじゃうんじゃないの、やっぱり。いやいやいや、それでも。あと俺、俺今回来たいのはなんか ADHD とか、はいはい、そっち系。え、ちゃんと検査したの、あれ。はい、しました。 LINE ニュースとかになってたんだっけ。あ、なってましたね。 ADHD の人って気持ちわかんないんだけど、あんまり俺。いやいや、あんまりわかんないんだけど。やってたじゃん。え、何が一番さ嫌だなみたいな。電気が止まるとか。電気止まってんの？がたまに止まる。支払い遅れてるってこと？そうです、遅れるっていうか、だからもうやらかしてますね。あ、じゃあ本当にマジで救えない人なんだ、結構。はい。
まあいいやもう。じゃあちょっと向こう行っていろいろ話聞くっす、はい、あ、完成したっすね。ちょっと、ひそ長くなりました。マジで本気でやってやる。オッケーっす。本気でやってやる。やっぱそうやって可愛いこぶるんだね、やっぱり。おばさん視聴者の可愛い街なんでしょ、そうやって。まだこれ使ってんの。やっぱちょっと抑えめになるんだね、動画周りです。なんだ、あの人は。あ、俺唐揚げ食うとか言ったっけ。言ってない。言ってない。あ、言ってない。何も言ってない。うわ、最悪。え、なんか一個言っていい。はい。え、その服装って何なの。なんかいつも着てない、このフリースみたいなやつ。あ、いつも着てます。え、それ洗ってない。いや、実家一回お母さんに洗われた。いや、俺なんかさっき動かした時にホコリみたいなのが舞って目にゴミ入ったんだよね、なんかマジで。それ動く。それはありえるかもしれない。前回動画出てくれた時っていつぐらいだっけ。ちょうど1年もっと前じゃん。もっと前だ。1年半以上前ぐらい。で、その時って比べてやっぱ変わった。なんか変化ある。今あ、でもやっぱ狩野くんのって言われますね。え、どういうこと。俺の動画で知ったっていうか。あ、本当に狩野さん切り抜きで知ったとか。ああ、確かに確かに、はい、あの一番最初の動画めっちゃ伸びてたし。はい、切り抜きも伸びてました。あ、なんだ切り抜き伸びてたっけ。近くてキモいみたいな。近くてキモい。こう見ようとしてそんな動画が伸びてんの。女性関係とかじゃなくて。はい。じゃあ最近いつ。あ、案件だからダメだった。え、何がとは言わないけど、はい、最近いつ ありましたか、イベント。ないっす、ね、え、デートは。じゃあ、いや、熊本行った時にメンズ、うん、メンズ、はい、うん、あ、ダメか。あ、いいえ、行ってみて。男性のエステ。いや、行ったろ、これ。いや、じゃあ行って、うん、マンションの下に来てくださいって言われたけど満杯って言われてた。え、予約したのに。え、予約っていうか、うん、なんか待ち時間みたいな、年末だったんで。え、じゃあ普通のデートは、女性と。あ、それは、年はないですかね。あ、本当に。まだ。え、マッチングアプリまだやってる。やってます、やってます。やってんの。まだやってんの。え、それできんの。え、なんか弾かれたりしないの。弾かれましたけど。え、待って、俺聞きたいのがさ、おじいちゃんの電話番号使ってる。マッチングアプリやるじゃん。知ってる人と出会うことはあるじゃん、多分。はい。え、どういう反応されるの、それって。いや、多分知らないふりをしてるんで、わかんない。知らなそう。あ、そういうことで。人としか、はい。え、相手はもうファンな人ってことでしょ。いや、ファンってまだ分かったことはないです。あ、分かったことないんだ。まだまだ。オッケーっす。よし、オッケーかな。よし、あ、早速ね、こんな感じで作りましたんで。はい、どうぞ。いただきます。はい、ちょっと質問募集してもいい。はい。もう一回、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 もう一回。ああ、ええ、ああ、やっぱカッコつけだから、そうやって、はい、あの、気にするんだ、見た目とか。ええ、半目だったんで。ああ、やっぱそうやって。ああ、タグ付けお願いします。いただきます。いただきます。なかなか美味しいですね。うん、学生時代全然モテなくて、やっとなんかこういう人気になってみたいな人は絶対さ、遊んでそうじゃん。一回痛い目あったんだよ。一回、あ、炎上したじゃないですか、ね、動画撮った時。あ、これこれさん。ああ、はい、やっぱ。え、なんか女性問題で炎上してんだっけ。炎上しました、もう結構前で。あ、それで怖くてみたいな。はい、はい、え、あれないの、ストーカーされたことない。あ、ストーカーあります。え、本当に。はい。え、どういう感じで。え、なんか毎日家の前にいるみたいな。本か。え、どういう人がいるの、目の前に。なんか犬の散歩って言って。俺マジでストーカーされたことなくて。どういう感じなの。その人はなんか、なんていうの、ストーカーっていうストーカーよりもなんか、うん、コーヒーとかを渡す用語使って毎日僕の家の前にいるみたいな。どういうこと、コーヒー渡す。だからその時代僕会社員なんで、家を出る時間が絶対決まってたんで、だからその時に毎回コーヒーとかなんか、うん、おにぎりを持って待ってる。差し入れみたいな。はい。やばいね。どういう人なのそれって。で、なんか普通の、うん、40代の。いや、多分その人はストーカーっていうあれはないんですけど。ああ、優しさでやってるみたい。優しさで、はい。絶対違うでしょ。ちょっと怖かったですね。え、どこも触られてない。あ、触れないです。あ、触られてないんだ。触ってとも言ってないの、別に。要望はしないんだ。はい。いや、絶対してるっしょ。いや、してない。してないか。ファンとの恋愛ありですかっていう。いや、ありです。
ありなんだ。はい。したことはないですか。ないっす。え、どうやったら、じゃあ、あ、DM したら可能性あるってこと。まあ、まあ、ゼロではないです。どういう基準で返すの、じゃあ、もしファンの人が来た時に。いや、でも、まず鍵垢の人は無理っすじゃないですか。ああ、確かにね。あ、じゃあ、ちゃんと顔が見えてて、まあ、多分面食いだと思うから、あのさ、可愛かったな。いえ、大丈夫です。あ、違う、あ、俺じゃない？あ、俺さ、はい、本当にすげえなと思ってて、実際て店舗の店持ってるみたいな。はい、はい、きつかったことはないの、なんか。めっちゃきつかったっすよ。何が一番きついの？こんな感じで実業、事業やるってなると舐められるじゃないですか、 YouTuber っていうか。なんか採用やっぱりお金かかるんで、まあ、せっかくなら自分の発信力利用してやろうかなと思ったら、うんうんまあ、まず面接はめっちゃ飛ばれるし実際やりたいですっていうくせに、はい、当日だったら消えるってこと、はい、消えたり最初2人従業員決まったんですけど、どっちも飛んで。そんないなくなるの？はい、いやで、その2つの後にまた決まりました。あ、最初本当人が集まんないというか、やっぱ集まるんだけど、やり方がなめられてる、はい、まあ YouTuber だからいっかみたいな、はいはい、ちゃんとめっちゃ飛ぶ。そこが一番大変だしたけど、うん、まあ、あとは今は楽しいですかね。今どういうことしてんの？今店に行くことあるの？あ、行きますよ、横浜に。はい。めっちゃ大変じゃない、はい、通ってるってこと？いや、来てくださいってずっと言ってるんですけどね。え、来てくださいっていつも言ってるんですけど。あ、いやいや、行く、あの、うん、LINE 返ってこないですね。いや、返してる、行くって言ってるけど。いや、2回目 LINE 送ったら、うん、返しますよね、基本。あ、初回返してないですか？初回返さない。あ、すいません、僕も返さないですけど行かせてください、ちょっと。あ、待ってます。ちゃんとさ、これの3回目でしっかり吠えるね。1回目、2回目は吠えないじゃん、全く。まだ上に来てるって分かってないからで、3回目のそこに来たやつでワンワンって言い出す。あ、いや、賢いね。うん、もう分かってる。で、これでは言わなくて、3回目でドカーン。しかもなんかね、なんか分かんないけど、すごいのが、バスの方かな、配達員の人とこうやって家に来る人いるじゃん、なんか違い見抜いてんのか知らないけど、来る人の時めっちゃなんかここで吠えるんだけど、配達員の人の時全く吠えないんだよ。あ、そうなの？なんでか分かんない。いや、絶対自分のあれじゃん。あ、俺が対応、そういう行動してるからか。え、すごいねあ、まあコラボ相手しか来てないから、そういう時にしか見ることないんだけど。あれ、さっき誰かいた。すいません、玄関に置いていてください。あ、カノックスって来てますけど。あ、それで大丈夫です。変な名前で来てんな。え、何の話だっけ。え、これに関してはマジでいないから、え、誰かいたって怖くなってきたっす。お化けってこと？そういうことで、そういうことです。いやいや、マジでいないじゃん。そういうことにしておきます。ああ、はい、でも童貞だからまだ。ああなたと違って童貞だから。ああ、僕は童貞ではないです、うん、ああ、そこ、まあ言っちゃいけないんだこれ、童貞とかやっぱみんな、やっぱリア恋みたいな人多そうじゃない？なんか、いや、まあ、そんな。コメント欄見たらさ、ちょっとけなしてる感じのコメント多いじゃん。はいはいはい。あれ実はさ、そう言いながらも多分あなたが目の、あの、そのけなしてる人の目の前行ったらキャーって言ってると思ういや、そういう人が多いイメージだから、好きなタイプとか言っといた方がいいんじゃない？やっぱり好きなタイプですか？うん、自分かぶってんなと思ったらさ、さっきファンの人でも恋愛ありって言ったら送りやすいじゃん。可愛いより綺麗系。性格の感じは気の強い人か、なんかちょっと優しめとか。あ、弱い、あのちょっと陰寄りの図書館にいそうな方が好きです。うん、え、絶対嘘でしょ。え、本当です。身長は？身長はちょっと僕高いんで、高めが好きです。あ、そうなんすね。あ、じゃあやっぱこういうのあるじゃん、なんか有名人な人じゃないと嫌だみたいな。いやいや、僕どっちが？逆にあのキラキラ系が苦手なんで。もうなんか有名な人に振られたみたいなこと言ってなかった？いや、でもあの人はキラキラ系ではなかったです。あ、そうなの？お会いしてみたら、はい。ディスってんのそれ？いやなんか親近感があるみたいな。はい、鎌さんの家の周りに、うん、で歩いてそうな女性ではないです。23区外なんですけどじゃあ静かそうで背高い綺麗な人は DM 来てくれたら返すってことね。返します多分、うん、そういう人って多分 SNS をオープンにして出してないじゃないですか、うん、やっぱ。ああ、そうか、確かに。だからあんまいないのか。はい、てかいないと思います。あなたのコメント欄にいるなんかけなしてる人は強がってるだけだよ多分ね。あ、そうなんですか。照れ隠しみたいなちょっと待って、どういう言い方してるんですかずっと衣ひねって食ってる。いやいや、そんな俺気づかなかった。マジであれですね、僕と一緒、多動症。ああ、いやいや全然。いや、でも食い方汚いで、今ちょっとなんかツイッター荒れてたから、なんか食べ方失礼とか。ああいや、あの動画失礼俺。いや、じゃないよね。なんか引き出し方がめちゃくちゃうまい。ああ、うまい。いや、いつも思います。うまいし、結構。ああじゃあ違う、使えないあ、じゃあラスト2、3問の切り、ちょっと、はい、ああ、最高何日風呂入れなかったっていう。
え、コロナの時あれですか。コロナの時一番最初って隔離2週間ぐらいだったじゃないですか。2週間イコール2週間誰も会わない、5日ぐらいで、あの体調は治るじゃん。でも結局誰とも会わないから、ほんと12日ぐらい髪の毛やばかったですね。どんな風になるの。ヘアオイルを20プッシュしてつけたみたいな。え、マジ匂いは、あ、分かんないか、自分分かんないです、ね、俺もコロナの時数えて俺負けねえなと思ってたけど全然大丈夫だ。それはやべえホテルに押し込められて、結構コロナ難しい、クソ汚いホテルに閉じ込められたんだけど、いや本当に前でシャワー室使いたくなくてその時入れなかったけど、それでも1週間ぐらいやったから。え、聞きたいんだけどさ、はい、え、結構肌綺麗だよね。いや、カノさんのは綺麗です。いや、じゃあその綺麗ではあるじゃん。いやいや、まあなんかしてる、化粧水と乳液ぐらいですかね。あ、水たくさん飲んだり、あの、カノさんに教えてもらったプロテインとオートミールとブルーベリー混ぜるやつ、え、そんな生活してんの。まだ、いや、たまにします。カノさんに教えてもらって、内側からもするようにします。え、じゃあ最近、じゃあそうやって内側飲み会で遊びになりしてるんですか、じゃあ最近。え、遊んでないっす。え、なんかだってツイッターに書かれてたじゃん、なんか。あのアカウント俺が動画に出して消したんですよ。え、消えてたんですけど、最近あのサオリンさんが書かれてたの知ってます。全く違うヘッダーとかも全部変えてまた復活させてて、なんつうの、なんか俺にもさ、それでメンション来て仲いいから俺も一緒に行ってるだろうみたいな、顔がイケメンとチヤヤされてもう陰キャキャラ、まあ確かに陰キャキャラクターだけど普通に、いやいやいや、あ、違うか、キャラ作り大変そう、めっちゃキモいで有名って。え、これあなただよね多分。言われてんの。違います、違います。あ、違うの。え、でも行ったことはあるじゃないですか、一緒に。ない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 。あーあー、なんかそう、え、ちょっと前、確かにね、はい、なんかそれですよね。あ、それ、はい、だからもう本当に少ない、1、2階の中のやつを、確かに1、2階行ったことあるよね。はい、めっちゃ前、めっちゃ前か、どんぐらい前だっけ。はい、1年めっちゃ前です。うん、それを多分言ってます。そこにいたってこと。じゃあ、いや、でも僕の予想はインスタのフォロー欄とかから勝手に言ってるイメージだ。あ、そんな別に証拠はないです多分。こういうなんかめちゃめちゃ気持ち悪いみたいな噂は流れてないけど、考えてツイートしたってことね。多分そうです。でも確かにめっちゃキモいもんね。でも僕が動画にして消えたんですよ、このアカウント。アカウントありませんになったけど、復活して全く名前も変えて、一緒に行った時あったからさ、別に何もないしてないもんね。はい、行っただけ。何もできないですよ。僕ら何もできるタイプではなくないですか。いや、でも俺陽キャだからやっぱ。いや、だからもう本当憶測で全部。僕の場合は名前出されてないんで何とも言えないですよね。確かに陰キャ系だったらたくさんいるもん。陰よりツイートが僕で溢れてたっていう。カッツーの可能性あるもん。ああ、あります。一番ある。わかんない、あなたに向けて言ってないかもしれない、はい、でも少なくとも俺は違うってことで、陽キャだから多分。一つ言いたいのは、僕とカノさんは、そういうところに行っても何もできないタイプです。え、最近は行ってない。行ってないです。俺めっきり行ってない。行ってないっていうか行ってもないけど、元からなんで行ったんだっけ逆に。お偉いさんの。ああ、え、結局行ったところで何もなんないもんね別に。うん、間違いないです、うん、しかも陰キャラすぎてマジで面白くないから。すぐ帰りたくなっちゃう普通に。もう俺は陽キャラだから違うんだけど。やべえ、悲しすぎちゃった。化粧はしてないの。あ、するようにします。それも狩野さんの影響です。あ、何歳。あ、そうか、はい、一応そういうのは気使ってんだね意外と。はい、1ヶ月にかける美容の代金とかはあんまかけない。あんまりかけないです。運営してるだけみたいな。あ、だからマジお金はあんまかかない。あ、そうか、自分のところでやってるから、はい、みたいな、はい、まあでも冒険するようにはしてます。え、いろんなことを知るように、まあ、はい。どういうこと。あとカット。マジでどういうこと。熱くなってきた。あ、熱くなってきた、はい、興奮してきちゃって、はい。一応なんか美容には気使ってんだね結構。まあ狩野さんとの出会いは大きいですね。あ、じゃあ俺のおかげで垢抜けてるみたいな。まあ間違いないです。やっぱ俺そうさせちゃうんだやっぱ人は、はい、高みに持ってっちゃうねやっぱ俺。はい。そうですね。一応どかしてこれ。はい、サボらないでもらっていいですか。あ、すいません。この動画実は案件なんですけど。あ、案件なん。知ってました。あ、知ってる。はい、知ってました。これを紹介したくて。何かわかる、これ紹介するのがこの2万円台。土持って高いね絶対。めちゃめちゃ
っていうか絶対高い。あ、僕あ店で使ってますけど5万ぐらいしました一気。マジ、はい、だから俺もそれぐらいするイメージで、これ2万円で手に入るサロンにあのスチーマーをちょっと紹介したいなと思って。ああ、しかもえもっとスチーマーってなんかごついイメージあんだよね。プラスさらっとしてないね、ちょっと女の子っぽい感じのイメージだけど、オレンジみたいなインテリアに馴染むじゃん絶対に。ああ、確かに。だからめっちゃいいなと思って。これシンプルなデザイン大好きだから。これ何、あ確かにね、会話のきっかけにもなるし、ね、使ってみたんだけど結構よくて、結構よくてっていうかめっちゃよくて、俺スチーマーとか使ったことないから初めて使ってみてこんないいんだっていう肌に。ああ、これ使ったらめっちゃ水分がある感じが肌にすげえあったから。ちょっともちもちっすね。ちょっとちゃんと説明したいから見ていい？はい。だから6モードあって、ダブルオンスチームってやつと、レーミストってやつと、化粧水ミスト機能ってやつもついてて、保温も毛穴ケアも肌の引き締めもできるらしい。こんなにめっちゃ入ってんのに2万円で買えるっていうのは、確かに2万円なら買うもん、お手頃。うん、普通に。これコスパいいって言ったじゃん。コスパいいのに、特に化粧水ミスト機能ってやつがついてて、その化粧水ミスト機能ってついてるスチームが大体相場5、6万なんだって。あ、そうなんですか。それがついてるからめっちゃいいんだよ。なんか化粧水ミスト機能ってやつ使うと、毛穴よりも小さいサイズに化粧水を細分化して、美容液成分を浸透しやすくなったり、もっちりとした張り感がある肌に導いてくれるんだって。だからミストで手で、ミスト手で、やるより、なんか約2倍潤うらしい。と、これちょっともう一回やってみていい？はい。化粧水ミスト機能モード。あ、そっちも？あ、もっと潤うってことですか？そう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 。おー、すごいっす。おー、結構勢いが。ね。目で見えない。目で見えない？本当に？きめ細かすぎて。あ、でもめっちゃ気持ちいいこれ。やばい。あ、でもマジで気持ちいいかも。普通に。カノさんは潤ってきてるんですけど、ミストが。細かすぎて。細かすぎて。ここでもわかんないです。ほんと？ほんとです、ほんと。そんな？はい。びしょびしょじゃないよ、これ。びしょびしょじゃないよ、これ。ちょっとやりすぎちゃった、俺。でもめっちゃ気持ちいいわ、はい、これ。やばい。やってみてほしい。ああ、やってます。マジで肌がさ、なんかなんつうの？触ってみてほしい。すげえ。やばくない？あ、すごい。もちもちしてるっていうか、いい感じになるから、絶対楽しい、なんか。楽しいですか？え、なんかこれ今やってみたらすげえよかったか。手より全然いいんじゃない？うん。いや、下ネタじゃないけど、なんか手より全然いいよ。じゃあこのサロニアのスチーマーは概要欄の URL からゲットできるんだけど、え、今ならこの YouTube 見た方限定で今日から 20% オフでなんか買えるから、うん、え、だって2万円サドでさえ安いの 20% オフってやったら結構安くなるから、試してみてほしいね、これを。じゃあちょっとみんなも買ってみてください、この。はい。うん。じゃあ。では。